下ろして全部もうすぐ SOC の撮影ができるような状態にセッティングの方してしまいました。でイバキラ TV から、BAGTV の撮影とあとメイキングに使うのでこんな感じで回します。おうち一緒です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいですね。で前にモンストいじってるだけのやつじゃないよ、陽気だよっていうところも含めてこれ出していこうかな。ああ今はどうですか。今あの蝶をイメージしたんです。あそこは気づかなかったっすわ。そこは気づかなかったっすわ。こう飛んでたんです。で最終的にこうぐるっと回って旋回して、はい、鼻に止まって催しております。いよいよ催中です。ギルギル行ってます。本気のやつ、本気のやつですか。本気のやつですか。俺はもう何個提供してるの。何だろう、ね、それでやんの。俺もう一歩下がらなかった。おかしいね。せめてだなんて。おかしいでしょ、一歩下がるの。いや、顔でかいの。おかしいでしょ。今は まだこれ朝ですよ。でもいや、まだ9時半。9時半です。出発します。ユギさん、はい、PV 撮影ですけどどうですか、意気込みは。待てしかないっしょ。じゃあユギさんさ、そのさ、いつも頑張ろうとか言うけど何をさ、どういう風に具体的にどう頑張るんですか。ユギさんは暑さに負けずに、やっぱりこれがね、はい、デビュー一発目の、デビュー一発目、結構これ一発目重要だと思うんですよ。一発目重要。言うね、言うね。誰もがグッとくるような、誰もがグッとくるような。はい。なるほど。やりましょう。なるほど。江原さん。落下性。気合い落下性。はい、どうも。固まりそうです。背中見て。さっきシャワー浴びた後みたいになってましたもんね。ライトハウス来ました。ライトハウス、このパーキングの安定感がありますね、やっぱり。平日はね、上限ありますから。全く届く。全く届く。で、その前の明日が、あそこで。そう。その前なんか、そうそう。違う違う、こうやってるやつ。こう足首で。長いところだった。あれ、あそこ。え、俺とカズキの間。もう俺ね。カズキ、なんとなく端っこに。スーパーストーブで。あの並びよく汗かかない。いや、もう書いてるよ、書いてるけど、そこまで、せっかくやってもらったのに。くっそ、おしゃれに決めたのによ。おしゃれに決めたのによ。ディレクター、これは使うカットなんですか。一応インサートですね。あ、なるほどなるほど。結構、街並み入れたいんで。あ、そういう感じ。多めに。なるほど。目だけみたいな、なんかちょっとこう腰に手を置いてもいいし、そうそうそう、これはなんか、これなし。
ベンチに立っちゃうとか。あ、それいいね。一番目立つ。わけわかんない。シビアな話してます。暑いな。俺この前久しぶりに魔界村やったっす。磯さん、はい、訪問様のとこにうちの相方が、あれ、あれ多分モンストやってますね。これダメ、これダメ、これダメ、これダメ。涼しいよ、日陰。ライトハウス撮影どうでした？いやあれを、まあ何年か前に一回 PV 撮影したじゃん。したね、5年前にじゃない。まああれもあったら、まあなんつうの、大丈夫でしょうと思ったんだけど、すごいね、やってみたら緊張がパないの。俺らやっぱさ、パないの。映像と写真苦手だよね。そうそうそう、結構ね、歩き方とかゆっくり歩いてくださいって言われると、あんまりゆっくりと歩くことってないじゃん。ね、ああいう、あのぐらいに気をつけた方がいいよ。歩幅は狭いけどな。怖い。なんでなかなかのディスだよね。聖地球感なんてまた言われてもさ、実際いいよね。絶妙だよね。じわじわきますね、それ。じわる。じわる。でも歩幅狭いのにさ、顔大きいよりは別にいいし。あ、まあ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 、足短くて顔でかい人。まあまあまあ、あれ、それもじわるよ。じわる。じわるよね。ネギ投げで。それもじわる。ネギ投げで。十分です。かないの。かないの。かないの。